懐かしそう。ドラマで篠原涼子さんと共演したんだけど、おーすげえ。ある日前室に戻ったら後ろでトントンって肩たたくから、振り返ったら篠原さんで、塚地さん私もできるよって言って、鼻の穴を思いっきり大きく広げてこっち見せてきたんだ俺わざとやってねえし食ったくねえんだ悪気ないっていうか、ほら見てって大きくやって